お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルス、この試合の模様をお送りいたします。ホークスの先発は右の高橋、対するイーグルスの先発は左の塩見、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の高橋マウンドに上がりました。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは辰巳、背番号8、はい、第9、初球見送ってストライク、1球目ストライクから投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール。第4球を投げた、流し打ち、ショートバウンド取った、アウト。松田うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番小深田、小深田背番号0。第9、真ん中決まってストライク、まずは決めてきました、空振り。第3球を投げた、変化球、空振り三振。小深田全くタイミングが合いません。島内背番号35。第9、投げました、真ん中にストライク、伸びのあるストレート、投げました、ボール。第3球を投げました、シンカーは空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました、レフトへ持っていった、ヒット、島内ナイスバッティングです。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。背番号3。第9、投げました、初球空振り。第2球、ランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました。先ほどのプレーです。ホークス大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは浅村。第9、投げました、外れた、ボール。投げた、空振り。第3球は打ちました、セカンド右横のフライになりました、シュート、落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番鈴木、鈴木背番号7。第9、投げた、初球から打ってった、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番黒川、サードベースマン黒川背番号24。第9、見送ってストライク。第2球、投げた、ボール。投球はこれから3球目、見送ってストライク。第4球を投げた、真ん中、空振り三振。高橋最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の小郷。第9、投げた、初球空振り。第2球、打った、レフト前に出る、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには岡島、岡島背番号27。第9、投げました、初球はストライク。第2球、投げました、アウトサイド直球はボール。第3球を投げました、打った、
センター前進、センターフライ、飛距離は出ています、取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは9番太田、背番号2。第9投げました、初球スライダー空振り、タイミング合いません。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、シンカー見送ってストライク。第4球を投げた、見逃し三振。高橋、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で今宮。第9投げた、打った、ファール。1球目ファールから空振り、バッター追い込まれました。投球は3球目インコース、外れてボール。さあ4球目、見送ってボール。次は5球目、打った、小深田、ボールを掴んだ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。序盤終了しまして両チーム無得点です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは辰巳、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、初球外れてボール。さあ次の投球、投げた、ストライク、少し迷ったか。第3球を投げました、ストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げました、打ちました、松田バックしていった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番小深田、今日の第1打席はスイングアウト。第9投げました、打ちました、初球打ち、右中間へ上がった、ワンバウンド、ヒット、ボールが転がる、バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、小深田ツーベースヒットを放ちました、ホークス先制のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは3番島内、この後に控えているのは浅村。第9投げました、シンカーはストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、ストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げた、打ちました、破った、レフトバックホーム、島内いいバッティングを見せました。ホークスなおもピンチが続きます。さあここが試合の分岐点となりそうです。ホークスここは中間守備を取りました、投げた、打ちました、ファールボール。第2球投げた、振っていきましたがかすっただけ。第3球を投げた、打ちました、三塁ランナーはホームへ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。高橋見事に流れを断ち切りました。ホークスこのまま勢いをつけたいところ。5回の表2点を追いかけます。イーグルスの攻撃、この回のトップバッターは鈴木、第1打席はキャッチャーフライに倒れています。初球を打ちました、ライト前ヒット、鈴木ナイスバッティングです。左バッターボックスは6番黒川、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球ボール、投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。追い込んで第4球をボール。第5球投げました、打った、レフトへのフライになった、取りました、ボールは中継、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。まずは1塁牽制、タッチセーフ。
ーフ。第1球投げました。変化球ストライク、インローへ。まずは入れてきました。第2球、これはバットの根元、当たり損ねはショートゴロ、二塁フォースアウト、アウト。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレイです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。5回の表が終わって2対0です。ホークス追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で今宮、第1球投げました。見送ってストライク。第2球投げました。打った、痛烈な当たり、抜けた。センターバックホーム、今宮、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、内角高め、見送ってストライク。第3球を投げた、打った、ファール。追い込んでから第4球を打ちました。キャッチャー落下点、ファウルグラウンド、キャッチしています。センターフィルダー柳田悠岐。第1球投げた、初球決まってストライク。さあ次の投球、2球目空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げた、変化球、空振り三振。柳田三球三振。5回の裏が終わりまして2対0、ホークス現在2点をリードしています。ピンチヒッターは銀次、岡島に代わりまして銀次、背番号33。第9球投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、内角えぐるスライダー、空振り三振。高橋、見事なピッチングです。代打は茂木、イーグルス代打構成に出ます。第9球投げました、直球決まってストライク。さあ次の投球、投げました、シンカーはボール。投球は3球目、投げた、真ん中ストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げた、打ちました、ライト前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って辰巳、今日はサードゴロとサードフライ。投げた、初球はストライク、伸びのあるストレート。投げた、見送ってボール。投げた、内角へストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、引っ張った、ライナー破った、ヒット。辰巳二塁も狙う、バッターランナー二塁でストップ。辰巳いいバッティングを見せました。先ほどツーベースを放っている小深田、まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第1球投げました、初球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、打ちました、セカンドの頭上をフラフラっと上がっている、シュート、余裕があります。掴んで、これで3アウトになります。さあリプレイです。イーグルスセカンドランナー残塁、6回の表が終わって2対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは島内。第1球変化球、アウトコースへ外れてボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、打ちました、1・2塁間破った。島内ナイスバッティングです。右バッターボックスは4番浅村、今日はセカンドフライとセカンドへの併殺だ。第1球投げた、初球空振り、一塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球打った、引っ張った、クリーンヒット、一塁ランナー二塁を回った。浅村いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。第1球初球カーブは空振り、カーブに全くタイミング合いません。第2球打った、ファウルボール。
第3球を投げた、ボール、投げた、低めボール球打った、ファール、一塁へ一つ牽制球を送りました。次が5球目、打った、流し打ち、レフト前のヒットになります。ボールが点々と転がっている。イーグルス、ようやく1点を返しました。バックホーム、間に合うかどうか。イーグルス、2点返しました。鈴木、タイムリーツーベースヒット。ホークス、なおもピンチが続きます。バッターは6番黒川、今日は三振とレフトフライ。投げた、初球送ってきました。ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー三塁に進みました。ホークス、なおもピンチが続きます。さあ、いよいよ試合の流れが変わりそうな場面。三塁ランナースタート、掴んだ、一塁送球、スクイズ決まった。ホークス、逃げ切り失敗、追いつかれました。3対3、イーグルス、見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。高橋、降板、左の加山、今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。バッターは8番、銀次、今日2度目のバッターボックス。第1球、投げた、初球空振り、初球空振りから打った、レフト前進、ヒットになります。銀次、ナイスバッティングです。さあ、2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。イーグルス、ダイソー投入です。足立、一塁に入りました。バッターは9番、茂木。第1球、投げました、外角見送ってストライク。第2球、投げました、インロー見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。投げました、ボール、アウトコース低め。投球これから4球目、打ちました、いい当たり、取って、これで3アウトチェンジ。ライトスタンドから今たくさん、塩見、降板、右の牧田、今日2番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球、投げました、スライダー見送ってストライク。第2球、打ちました、ファールボール。第3球は打ちました、これはいい当たり、アウト、今宮、いい当たりでしたがサード正面。これでワンアウト。イーグルス、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは辰巳、投げました、初球打った、センターへのフライだ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、小深田、今日はここまで3打数1安打1三振、低めいっぱいストライク。第2球、投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、島内、今日は3安打猛打賞。第1球、投げた、初球から打ってった、ライトへのフライダー、ライト、取りました、これで3アウト。香山、上位打線を三者凡退に仕留めています。8回の表が終わって3対3です。さあ、いよいよ9回に入ります。先頭バッターは浅村。第1球、初球打ってきた、センター前に出る、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。岡山、降板、マウンド上ピッチャーはモイネロ、今日3人目のピッチャーとして登板です。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球、投げた、打ちました、切れていきます、ファール。さあ、次の投球、2球目空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目、打った、ファール。第4球を投げた、ボール。さあ、投球は5球目、引っ張った、一塁線切れました、ファール。投球はこれから6球目、打った、い当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、クリーンヒット。鈴木、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番、黒川。第1球、投げた、初球縦のカーブは空振り、タイミング合いません。投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、空振り三振、バットアウト。モイネロ、ナイスピッチング。バッターは DH の小郷。
第1球投げました。インコース高め、ストレートは外れてボール。第2球投げました。打った、これはいい当たりだ。入れば勝ち越しだ。さらに入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン。白球は無情にもライトスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。先ほど代走に起用されましたバッターの足立。背番号44。第1球投げました。決まった、ストライク。キレのある変化球、真ん中ストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げた、一つ外してボール。投げた、打ちました。第5球投げた、完全に外れた、ボール。投げた、打ちました、ヒット。足立ナイスバッティングです。左対左の勝負になります。今日はライトフライとセカンドライナー。投げた、打ちました、初球打ち、右中間へのフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって5対3、ホークス2点をリードされています。ホークス何としても得点を挙げたい9回です。ワンアウトランナーなしという場面で今宮、今日はここまで3打数1安打。初球打ちました、抜けた、今宮いいバッティング。ホークス2点差に届かず敗れました。東北楽天ゴールデンイーグルスが勝ちました。本日の勝ち投手牧田、負け投手モイネロ、西武投手は松井。さて本日のヒーローは鈴木、本当に今日は大活躍でした。ご覧